どうもこんにちは。今回はトヨタが中国の自動車メーカーと協業して新型電気自動車としてカローラの電気自動車バージョンを発売するのではないかと報道され、特にトヨタの開発陣が負けを認めたという電気自動車の最新テクノロジーを搭載しながら350万円以下で購入することができる極めて競争力のある電気自動車となる可能性についてを、なぜ電動車の王者であるトヨタがわざわざ中国製のバッテリー技術を採用する可能性が高いのか、さらにはなぜ BYD の技術力がこれほど高いのかについてを、その BYD 製バッテリーの技術力の高さを示すデータおよびそのトヨタと BYD の協業関係に至った過去のエピソードも交えながら徹底的に解説していきたいと思います。まず今回の中国市場におけるトヨタに関してですが、昨年である2020年中旬に欧州と日本市場にも展開している UX300E という完全な電気自動車を先行して発売していたわけなのですが、そのグローバルにおけるトヨタ初の電気自動車であった UX300E よりも前に、今回の中国市場のみにおいては完全な電気自動車を密かに2車種もラインナップしていたということであり、まずは CHR の電気自動車コンバージョンモデル、そしてさらにミッドサイズ級のセダンとして IA5 と名付けられた完全電気自動車をそれぞれ2019年にも発売をスタートしていたわけですので、この点だけを取り上げるとやはりトヨタはしっかりと完全な電気自動車にも注力していたのだと考えることができるのかもしれません。しかしながら UX300E を含めた3車種もの電気自動車を冷静に分析してみると、まず UX300E と CHR EV については内燃機関車モデルのコンバージョンであるため、コンプライアンスカーレベルのスペックしか達成することができていないばかりか、その中でも 58.8kWh というバッテリー容量を搭載し、中国市場で一般的に採用されている NEDC サイクルにおいて 510km という航続距離を達成しているという一定程度の質を達成しているミッドサイズセダンの IA5 についても、こちらは中国市場で合弁会社を運営している GAC グループの発売している IONS というミッドサイズセダンと全く同じバッテリー、そして電気自動車としてのスペック、つまりOEM 供給車であったというのが実態ですから、このように考えてみるとトヨタは中国で3車種もの電気自動車を既に発売し、そのスペックも一定程度を達成しているので、トヨタは完全電気自動車セグメントにおいても世界トップの実力であるのだと主張するのには極めて説得力のない実情であったとこなのです。しかしながらご存知の通り、ついにトヨタについては独自の専用プラットフォームである eTNGA プラットフォームを採用した初めてとなる本気の電気自動車として BZ4X を発表し、残念ながら未だに中国市場においては実際のプロダクションバージョンのワールドプレミアは開催されていませんので、その中国国内におけるスペックは公開されていないながらも、既に欧米そして我々日本市場向けのスペックは公開され、2022年中旬に発売される電気自動車としても非常にソリッドな質にまとめ上げてきていますので、この点からトヨタの完全電気自動車としての将来に一定程度期待することもできていました。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、ロイターが報じてきた内容として、トヨタが中国の BYD とタッグを組んで来年である2022年中にも新型電気自動車、特にカローラサイズのセダンを日本円にして350万円以下で発売してくるのではないかという電気自動車業界における驚きのニュース、かつ超朗報的なニュースともなっていて、繰り返しとはなりますが、こちらはロイターが独自ソースとして4人もの関係者から証言を得たと主張してはいるものの、トヨタと BYD の両者ともに現状その事実を否定していたりコメントを拒否しているわけですので、あくまでも報道ベースでの情報であるということは認識する必要がありそうです。しかしながら今回の報道についてはその報道の中身などを含めてかなり信憑性の高い報道であると考えていて、そもそも論として本チャンネルにおいてはたびたび取り上げている中国の自動車メーカーである BYD とトヨタというのは、昨年である2020年の4月にも今後の電気自動車時代を見越して BYD トヨタ EV テクノロジーという電気自動車の開発で協業するための合弁会社を設立していたわけで、したがって何も今回のトヨタと BYD の協業関係が突発的に出てきたということではなく、すでに合弁会社すら立ち上げて電気自動車開発の協業中である、つまり遅かれ早かれトヨタと BYD が共同開発する完全な電気自動車が披露されることは規定路線であったわけなのです。そして今回のロイターの報道による内部関係者の証言によれば、その電気自動車についてカローラに近しいサイズ感でありながら
から鉱石部分をより広く設計することができていると説明しており、おそらく現在日本の皆さんが想像するカローラといえば、直近で発売されたコンパクト SUV セグメントに該当するカローラクロスを思い浮かべるかもしれませんが、今回の中国市場で発売されているカローラというのは全長が 4640mm、 全幅が 1780mm、 そして全高が 1435mm というミッドサイズ級のセダンに該当しているということであり、したがって今回のカローラに近しいサイズ感の日中合作新型電気自動車というのはミッドサイズセダンセグメントということになると考えられます。またロイターの見解によれば、この新型電気自動車セダンについてはトヨタが eTNGA プラットフォームという電気自動車専用プラットフォームを採用して展開していく電気自動車専門ブランドである BZ シリーズから展開される可能性が濃厚であるとしているのですが、こちらについてもやはり角度の高い推測なのではないかと感じていて、というのも今回の新型 EV に搭載されるバッテリーというのが BYD の独自技術であるブレードバッテリーとなっていて、こちらは本チャンネルにおいてはその技術力の高さを数値ベースで詳細に解説していた通り、例えばそのエネルギー密度はバッテリーセルレベルで 166Wh/kg、 そしてバッテリーパック全体においても 140Wh/kg と、例えば私自身も所有し現在世界最高レベルのエネルギー密度を達成していると言われているテスラモデル3後輪駆動グレードに搭載されている中国 CATL 製のセル2パック技術を採用した LFP バッテリーのバッテリーパック全体におけるエネルギー密度が 125Wh/kg と、そのエネルギー密度という観点ではすでに CATL に勝っているということなのです。さらに中国のシンクタンクであるエバーブライトセキュリティーズが調査したバッテリーパックの製造コストにおいて CATL 製のセル2パック技術を採用した LFP バッテリーは 1kW 当たり570元、日本円に換算してジャスト1万円程度と、これでも中国市場における LFP バッテリーの業界平均コストである650元、およそ1万1500円程度よりもコスト低減に成功していることが見て取れるわけですが、 BYD 製のブレードバッテリーに関しては1kW 当たり420元、つまり日本円にしてなんと7430円程度という圧倒的なコストの安さを実現してきている、つまり安全性や寿命という観点で強みを持っている LFP バッテリーとしては、その量産コストおよびエネルギー密度の高さという両方の視点において BYD が業界トップであるということが証明される結果となっているということなのです。そしてトヨタに関してはすでに公式に BZ シリーズの開発において BYD とも協業関係にあるとアナウンスしている。つまり何が言いたいのかといえば、そのような電気自動車としての質に直結する BYD 製のブレードバッテリーという圧倒的な実力を兼ね備えるバッテリーテクノロジー、そして eTNGA プラットフォームという車を作るノウハウに強みを持つトヨタの車両生産技術を組み合わせ BZ シリーズの電気自動車として発売してくれば、それはもう現状世界最高クラスの電気自動車、特に価格競争力という観点で極めて競争力の高い電気自動車が爆誕することは間違いないということになると思います。そしてその気になる値段設定についても内部関係者からの発言があり、ズバリ中国市場において2万元を下回るような値段設定、つまり日本円に換算して350万円を下回るような値段設定となるのではないかということであり、したがってこのレベルの値段設定となると競合車種としては、例えば Xpeng が順調に納車台数を伸ばし始めているミッドサイズファミリーセダンの P5 だったりが挙げられるわけですが、それこそ中国市場においてミッドサイズセダンセグメントでトップを争う販売台数を記録しているテスラモデル3よりも安い値段設定すら実現してくることになるわけですから、このようにイメージしていただいても極めて競争力のある値段設定を実現してくるのではないか。しかしながらその電気自動車としての質についても BYD 製のブレードバッテリーのおかげもあり、かなりの質を達成してくる見込みでもあるということですね。ちなみにですが、今回のロイターの記事において非常に興味深い部分が存在し、それは今回のトヨタ製新型 EV とは直接関係のない話ではあるのですが、そのトヨタと BYD の協業関係の歴史を遡ったエピソードとして、もともとトヨタとしては中国メーカー勢の作る車についてはその品質を筆頭として世界の自動車メーカー勢に対抗することのできない
と特に競争を懸念することがなかったそうだった一方で、その後2015年に BYD から発売されたタンというプラグインハイブリッド車については、その質感であったり性能が圧倒的な向上を見せていたということ、そして最もトヨタの幹部に懸念を抱かせたのが、その当時同セグメントでトヨタが発売していた車種と比較しても、なんと 30% も安い値段設定を実現することができていた。つまり2015年の段階においても、すでにコスト競争力という観点で BYD がトヨタを凌駕する実力を見せていたわけなのです。そしてその後2017年に突入し、当時のトヨタの寺師副社長を筆頭とする技術者トップが、先ほどのターンをはじめとする BYD 製のいくつかの車両を日本のテストコースにおいてテストドライブを行い、やはりその BYD の実力の高さに驚き、そしてすぐに寺師副社長は中国の BYD の本社を訪れて、現在既に発売中であり本チャンネルにおいてもその電気自動車としての極めて高い質を称賛していたハンという電気自動車のプロトタイプを試乗し、彼ら BYD 製の車両は確かに長期的な視点でのクオリティは未知数である一方で、デザインだったり車としての質の成熟性、そして何よりもコスト競争力という観点で、既にトヨタの同セグメントの車両と比較しても明らかに超えられてしまっている。我々は中国 BYD に敗北を喫したように感じたとまで言わしめているのです。したがってその危機感からか、 BYD の電気自動車の技術力を今のうちから吸収しておこうということで、 BYD との協業関係を模索し始め、2020年の4月になってようやく BYD との合弁会社を設立、そして今回のリーク情報であるBYD 製の最新テクノロジーであるブレードバッテリーを搭載した新型 EV セダンを発売するに至ったのではないかということなのです。このように今回リーク情報として突如として話が持ち上がったかのように見える、トヨタが中国 BYD と協業して新型電気自動車、特にカローラに近しいサイズ感でありながら BZ シリーズの電気自動車専用プラットフォームを採用することで、より後席部分の居住スペースを最大化することにつながる新型電気自動車セダンを来年である2022年の後半にも発売してくるのではないか、そしてそれはすでにトヨタが公式にアナウンスしている2025年までに発売する15車種もの完全電気自動車のうちの7車種に該当する電気自動車専門ブランドの BZ シリーズから発売されるのではないか、またそのブレードバッテリーという BYD の史上最強のコスパを達成したバッテリーを搭載することによって、日本円にして300万円前半で購入することもできる、それこそ人気のテスラモデル3を超えて極めて競争力なる値段設定すら実現してくるのではないかとも報道されているわけですから、この日中合作新型 EV の最新情報について期待せずにはいられないということですね。いずれにしても今回のカローラサイズの新型電気自動車セダンに関してはまだ正式な発表がされていないながらも、少なくとも BZ シリーズとして BYD とトヨタが共同で開発した新型電気自動車が発売されることは既に公式に発表されてもいるわけですから、残念ながらこの新型 EV は中国市場のみの発売を予定しているとも報道されているため、我々日本市場においてはこの新型セダン EV を購入することはできない見込みですが、それでも今後は BYD 製ブレードバッテリーのテクノロジーを採用したさらなるトヨタ製新型電気自動車として近い将来我々日本市場においても購入できるチャンスは高そうです。そしてそれと同時に、すでにトヨタ自身も認めている通り、中国の自動車メーカーの電動化技術、特に今回の BYD の電気自動車関連のテクノロジーバッテリー技術についてはもはや電動車の王者であるトヨタすらも超越しているということを、中国のバッテリーは信用ならないんだ、中国の電気自動車は信用ならないんだなどとバカなこと言っていないで、まずは中国が圧倒的な支配力を高めている世界の電気自動車戦争の戦況を冷静に分析することから始めなければならないということですね。電気自動車戦争、いってらっしゃい。